こんにちは、デビちゃんです。はい、今日は、ギャラリーがちょっとおりますが、伝説の男山本です。全然伝説じゃない。ね、滑らない話がね、もう人気沸騰でね、もうコメントがいっぱい来て、もう処理できないっていう状態になってますけどね。もうどうでもいい話なんです。どうでもいい、だからもうすごい人を幸せにしてますよね。そうですか、はい、今日はなんかどんなお話があるでしょうかね。今日ね、いや、なんかいろいろ思うんですけどね。はい。うん、いろいろありますよね。音楽の話、音楽の話全然関係なくても全然、ね、関係ない、うん、いっぱいありますもんね、なんかで。そう、まあね、今日亀井さんが急遽、はい、ラフメロの3番。素晴らしいですね。びっくり。びっくりですよね。本当すごい。だから2日前ですもんね。そう、僕2日前にね、うん、言われて譜面なしで弾けるのは白鳥だけだから。本当に。いやもう本当すごいと思う、それは。いや白鳥弾けたら素晴らしいですよね。すごいよね。2日前でね、本当に。まあ、だけどやっぱり、まあ、レパートリーはレパートリーではあるんでしょうけど、ね、まあ、とはいえね、まあ、譜面がボロボロだったって話ですけど、うん、弾き込んでらっしゃるでしょうけど、僕も古くなってボロボロのいっぱいあります。太陽、太陽の光に当たって、なんか管理する場所が悪かったですか。まあまあそうだ、ちゃんとね、しまっとけばいいんだけど。はい、はい、もう、まあちょっとね、うん、あ、今ので1、ひょっとして1は終わりですか。いや、終わり。白鳥で1は終わりかなと思って。そうだ、白鳥で思い出したけどね、もう1曲僕弾けるんですよ。はい、まあ、弾けるっていう、今が楽器が、はい、楽器が、はい、すごい。いや、なんか楽器が出てくるなんて、こんなサービスよね。生演奏です。生演奏は、いや大丈夫。はい、弓は大丈夫。はい、大丈夫です。で、まあ、うん、まあ、ちょっと弾いてみますね。はい。すごい。ドップラー効果がすごいね。リアルでしたね。遠ざかっていく感じ、ね、ちゃんと遠ざかってました、ね、遠ざかってましたね。これはいつでも定期演奏会でもいつでも影響率が、いつでもこれもう、今言われても大丈夫。多分うちのスタッフ誰も頼まないと思いますから。頼まない。いや、頼んでよ。お願いだから。じゃあ今日ラフマニノフが終わった後に、うん、アンコールでこれやっていただくね。射殺される。本当にそんなことで亀井さんのファンに。そうですね。もうボコボコにやられると思う。山本さん1曲弾きますって言ってね。でこれをね、はい、今まあ救急車で、はい、昔ね、そのまた前回とあれで一緒で文化庁のあれで沖縄の離島に行ったわけですよ。はい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 、で石垣島に泊まって、はい、でなんだっけ、そのともうちょっと先にある、石垣の何ですか、もっと端っこなんですか。もうちょっともう台湾に近い。ね、尖閣じゃなくて西表島。西表島に行って、はい、でまあ向こうって本当小学校が点在してるわけですよ。はい、で島、今はどうかわかんないんですけど、島があったらこの半分しかこう道路が通ってないね。だからどっかに来るとしたら船で来るわけですよ、みんな。ちっちゃな小学校がいっぱいあって、でまあそこに一とこに集まって、はい、でまあそのオーケストラを聴くと、はい、うん、で、まあ、僕が行った時に先生がね、なんか今日はもう本当子供たちも、もう多分初めて聞くと思うし、うん、楽しくもうなんかやってくださいって言うから、はい、ね、はい、もう楽器紹介で、はい、あ、そうだなと思って、はい、まあ、みんないろんな曲を弾くから、はい、救急車やろうかなと思って、いや、これ今のやったの、今のやつですね、うん、はい、たらまあなんかでも全然受けなくて、シーンとしたの。子供たちが。そう、全く受けない。で、あ、そうかと思って、まあすごすごと帰ってきたら、はい、演奏会終わった後に先生が走ってきてね、はい、いや、さっきあんな楽しくとか言ってごめんなさいとか、実は西表島ってね、救急車がないんですよ。そういう気が、その気がした。もう、で、でも逆にどうするんですかって言ったら、もうヘリコプターで石垣島にね、運ぶらしいんですね。もう全
全く受けなかったです。なってるよ、聞いたことないんだからなんだこれはみたいな感じだよね。ドップラー効果もクソもない。あ、ドップラー効果もね、うん、車は走ってますよね。でもね、車走って、そう、それでね、うん、車もね、そのバスの運転手さんが、うん、最近はもう本当に車も増えちゃってもう大変ですって言うんだけど、はいはい、その30分ぐらいあのこう走った中で2台ぐらいあのすれ違ったのでもそれでも増えたらしい。なるほどね、うん。あとはもう山猫が時々、山猫はね、でもほとんど見つかんないっていうか、見えないみたいです、ね、あ、出てこないです、ね、山猫、うん、ね、すごくあの神経質で。なるほど、うん、そう、うん、西表島のね、いいところですよ。そう、救急車がないということですね、そういうところもあるんですね、うん、はい、で学校のすぐ前に信号機があって、唯一島にあるこう信号機はそこ一つだけで、うん、でどうでもいいところに信号機があるんだけど、じゃなんでここにあるんだろうと思ったら、その島の子たちが石垣とか沖縄本島に行った時に、あ、はい、信号の意味が分かんなくて、教育のためにね、教育のためにあるんですよ。ないとね、ないと、うん、その後ねちょっと危険だもんね、ちゃんと教育とかんとね、うん、なるほど。もう本当、うん、やっぱりね、日本って知らないこといっぱいありますよ、まあ、世界なんて言ってる場合じゃないよ日本です、日本。そうですね、まずは日本、うん、日本のここでね、知らないとこ行ったことないところいっぱいありますもんね。いっぱいある、いっぱいある、本当にね、未知なんですね、未知、ね、うん、はい、というわけでいかがでしょうか。あのまだ時間あるんでね、ちょっとまだね、あの脅迫してどうするの？あの、まあ、今ここ京都にいるじゃないですか、はい、で、まあ、コロナの前ってさ、やっぱりものすごい観光客が外国からもいっぱいいたし、はいはいはい、日本からもいっぱい、そうですよね、来てたし、でもう僕が泊まってるホテルって、まあ、いつも同じなんですけど、はい、もうそこもほぼあの外国人の方ばっかりで、うん、で僕が外人、ああそうね、うん、その中入ったらね、そう、もう本当ホテル内で外人は僕、うん、京都にいるのにだよ、はいはいはい、で一回ね、そのクリスマス大工ってほらクリスマスの頃にあるじゃないですか。そうですね、でエレベーターにあの押そうと思ったら、なんか開けてくれて、中にいっぱい外国人がいて、はいはいはい、で入れ入れって言うから、まあ入ったらすっごい勢いでもうダーってこう言われたの、はい、外国人の人たちに、外国人たちに囲まれて、そうそうそう、でなもうな、何語だったんですか。英語ですよ、英語で、うん、で全然意味が分かんなくて最初、うん、でっかい声だったし、ですいませんちょっと意味が分かりませんと、はい、あのゆっくり言ってくださいって言ったら、はいはい、メリークリスマスそんなこと俺は分かんない日本で、あれがショックだったちょっとね、メリークリスマス、まあ、大声で言われたからさ、最初怒られたの、メリークリスマスって言われたから、うん、まあありがとうって入ったら怒鳴られたと思って、でごめんなさい、ちょっと意味が分かりません、ゆっくりお願いしますと。パドンみたいな、うん。そしたら、メリークリスマス。ちっちゃい声で言われて。いやー。そう、なるほど。しかもね、なんか外国人でもすごいこう、もう 見た感じ、もう西洋の方で。西洋の方で。で、まあ、僕も、まあ、その、多少はね、外国人とこう、接することも、そうですよね。うん、ソリストとか、そうですよね。もういるから、まあ、多少の英語はできるわけですよ。はい、で、その、3人ぐらい乗ってた時に、僕はまあ、オープンを開けてね入れて、それで、まあ、英語で何階ですかって、うん、はいはい、Which floor? って言ったら、はいはい、そしたらそのもう金髪の方が5回お願いします通訳の方とか、まあ、旅行のね、うん、うん、だからね、ね、どう僕は京都にいてどういう生きればいいのかよく分かんない。英語で言われても分かんないし、そうですね、日本英語で今度行ったら今度日本語で帰ってくるし、うんうん、そうですね。でもまあね、コロナで本当もうコロナの頃まあ多少ね来ることもあったけど、うん、その時はもう本当。
エレベーターが大体2台ともいるっていうのはもう初めてでしたね。2台ともいる？3台あって、うん、まあ3台ともか、うん、3台あって、あの僕が乗ろうと思うと1階に全員、はいはいはい、全部のエレベーターがいる。ああ、なるほど、混んでないからね、誰もすぐ来るってことね、うん、だからそれそう本当にね、うん、少ないですね。あの、まあ、例えば8階にいて、うん、8階でさっき僕が乗ったエレベーターがそのままいるみたいな、もう本当そういう状況でしたけど、もうでも最近ね、うん、結構また人また増えてきましたけどね、うん、でもあの日本人かなと思ってたら違うって系統の外国人はあんまり増えてないですね、うん、あ、そうあのお国が近いところのね、うん、あんまり、まあ、増えてないですけどね、うん、西洋人が増えてきましたけどね、うん、そろそろお時間となって、これから本番をね、はい、ラフマニノフの3番、ね、ラフマニノフの3番ね、今日ボルトンじゃないですよね、今日ボルトン大丈夫ですか、はい、というわけで、はいはい、メリークリスマス